フェラーリは17日、3月にスイスで発表した新型車を東京都内で披露しました。この新型車はフェラーリカリフォルニア T です。3月にスイスのジュネーブで開かれた国際モーターショーで発表されましたが、アジア圏で披露されるのは初めてということで、この日はおよそ100人の報道関係者が集まりました。カリフォルニア T は1950年代から続くモデルの特徴を継承していて、流れるようなボディラインを持ち、オープンカーにもなります。3885cc、 V 型8気筒のエンジンを搭載し、時速100キロまで 3.6 秒で加速します。また新しいサスペンションにより優れた加速性能と快適な乗り心地を両立しました。価格は税込みで2450万円。今年3月から注文を受け付けています。